海沿いを走る国道191号萩市役所前、広島県と島根県との県境付近は咲きたくない国道261号交点の飯室交差点終点の広島市役所前交差点国道191号は山口県下関市から島根県松田市を経由して広島県広島市中区に至る一般国道である下関市から 日本海の海岸線沿いに本州西端を周回し、島根県松田市より中国山地を横断して、瀬戸内海側の広島市へ到達する路線。道路の性格としては、路線のほぼ中間の松田市を境に大きく分かれる。起点の下関市から松田市までは日本海沿いを走行しており、国道9号や国道178号とともに山陰地方の 各都市を連絡する性格を持つ、ほとんどの区間で JR 山陰本線と並行し、基本的に海岸沿いのルートを経由するが、部分的に峠越えの区間も存在する。山陰自動車道に並行する自動車、専用道路である萩、三住道路は国道191号のバイパスである。下関市とヨ浦町、城、北町を中心とした区間には、西長とブルーライン、 阿武町を中心とした萩市からマスダ市にかけての区間は、北長とコバルトラインの相性がそれぞれある。一方、マスダ市から終点の広島島では、引き見郷、三段橋などの山間部を通過し、島根県岩見地域、広島県北西部と広島市を結ぶ、音妙連絡路線としての性格が強い。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り、現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初は下関増田線として下関市から増田市までの路線であったが、1970年に増田市から広島市まで延伸し、内広島県山形郡掛町から大田川に沿って広島市に至る区間は、 国道186号から編入している。本州最西端を走る長戸ブルーラインは日本海の海岸線に沿って祈願断崖が続く、交通量も少ない快適路で西日本有数のドライブルートで知られる。マスダシ広島市区間には沿線に八幡高原191などのスキー場が存在するなど中国地方でも降雪の多い区間を通過しており、 山間部を中心に寒波が来ると、たびたび路面凍結する。三段橋以南の大高川沿いの区間では、JR 壁線が並行していたが、2003年に三段橋、壁間の鉄道が廃止となり、国道191号経由の代替バスが運行されている。広島市や咲田区壁以南では、国道54号などと重複する。擬音振動は、この重複区間の中にある。 主なトンネル道の駅24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成下関市増田市の区間は、日本海沿いのシーサイドラインで、ほぼ JR 山陰本線と並走する。沿線には、温泉地が点在し、長戸市から萩市にかけて、日本海に浮かぶ島々も見える。増田市広島市の区間は、 中国山地の峠をいくつ囲える道路で、大田川沿いの広島市郊外のローカルな風景と、県境付近の山深い山岳道路の沿線には、ひきみ郷やスキー場も見られる。ありがとうございます。